Hello guys and welcome in the channel. Finally, it is time to see what the next chapter, the next arc actually, has for us. So let's go and find out. Super Shenlong. I'm so hyped to see this, bro. What happened? おい、おい、聞こえるか？ I guess。 目が覚めたようだな。気分はどうだ？ Not bad for you. Definitely bad for you.そうだな。状況を説明する前に、俺は16号レッドリボン軍に作られた人造人間だ。自分がどういう状況に置かれているのか理解できないだろうが、落ち着いてほしい。突然ですまないが時間がない。要件だけを話すとしよう。お前は今フリーザという宇宙人にリンクしている。要するにそいつの体に憑依し乗っ取っているということだ。とはいえ、言葉だけではピンとこないだろう。その目で確かめてみるといい。現実だ。本来ならお前の精神は孫悟空にリンクするはずだったのだが、すまない、何かしらのトラブルでフリーザにリンクしてしまったらしい。安心しろというのもおかしな話だが、元の体に戻る方法はある。それは心身聞こえているのでしょう。いるなら返事をなさい。どうやらフリーザの精神が目覚めたようだな。フリーザは俺の声が聞こえているだろうが、奴の声はお前にしか聞こえない。まずはフリーザに何か話しかけてみて。 Hello, nice to meet you. This is Kirby. I'll play it down.この私を無視するとはいい度胸していますね。あまり舐めた態度を取るとあなた消しますね。ようやくお出ましですか。あと少し遅ければどうなっていたか、説明するまでもないですよね。さて、あなたには聞くべきことがいくつもあります。まずは何が起こっているのか状況を説明してもらいましょうか。あの地獄のお花畑に比べればパレードがない分マシですが、勘違いしていませんか。ご自分に選択肢があるとでも。この私が教えろという意義は、答える以外に道はないのですよ。私をこれ以上怒らせたくなければ知っていることを全て吐きなさい。でないと
後悔することになりますよ。フリーザ、聞こえているな。俺にはお前が話をどこまで聞いていたかわからない。だから要点だけを簡潔に伝える。お前は今リンクシステムによってそいつに肉体を乗っ取られている。自分の意志では木を放つことが多く、敵を殴り飛ばすことさえ叶わないはずだ。ハハハ、誰事はそこまでにしておきなさい。そこまで言うのでしたら、今すぐあなた方を消して差し上げましょう。そうすればこの私を乗っ取ることまで不可能だと気づくはず。さあ死になさい。He tried destroying his own body, didn't he? Yo. 聞いているか。先ほどから全く反応がないが、二人で話しているということか。いや、ここで考えていても仕方ない。話を先に進めるぞ。そんなバカな。私は今確かに攻撃をしました。それなのにどうして。一応言っておくが、中で暴れても状況は変わらない。おとなしく諦めることだな。今の状況を打破する方法はただ一つ。それはそいつに肉体を操ってもらい、一つでも多くの戦闘を経験すること。操ってもらい、つまりこの方に私の体を好きに使わせろと。まったく笑えない冗談ですね。あなたボサッとしていないで、さっさと私に体を返しなさい。さもなくば私の手であなたを消しても構わないのですよ。外に影響を及ぼすことはできないようですが、今ここにいるあなたにはどうでしょう。どうやら身の程はわきまえているようですね。素直に私の言うことを聞くのなら特別に許して差し上げましょう。That's bad. That is really bad. ようやく直接話すことができますね。もっとも言い訳を聞く気はありませんが。あいつが精神の主導権を明け渡したということか。まあいい。話が早くなる分には問題ない。ごたくはいりませんよ。さ、覚悟なさい。私は今肉体を取り戻したはず。He can't attack without the link. これで分かっただろう。戦いはお前の中にいる奴に託すほかない。リンクの影響で動くことはできるだろうが、もしこれを解除したら。まったく忌々しい男ですよ。私の力を封じるだけで飽き足らず、こんな雑魚を憑依させるとは。一つ誤解がないよう言っておく。リンクシステムを起動したのは俺だが、お前の精神と力を封じた犯人は別にいる。なんでそれ？奴の名は人造人間21号。今数多くの戦闘を経験し強さを得れば、奴を食い止めることもできるだろう。食い止めるですかね。ずいぶん甘いことを言いますね。その話が本当なら21号を消し去れば済む話です。そんなことをすれば二度と元に戻ることはできなくなるぞ。この私を脅すつもりですか。精神と力の封印を解く方法は奴にしかわからない。
ふざけた話ですよ。私がそんな話を簡単に信じるとでも？とはいえ、このままでは拉致が開かないのも事実。私の中に居座る雑魚地球人、今の話聞いていましたね。実に腹立たしい話ですが、あなたに戦わせる以外方法はないようです。まったく、こうなった以上は仕方がありません。あなたはこれから私のしもべ、私の名を汚さぬよう命がけで務めを果たしなさい。A good old freezer, bro. A good old freezer. Let's see how he's fighting. So we have to end on Nappa. And we're definitely starting from here. We're starting from level 16, bro. Brace yourself for the coming battle! Starting from level 16.Nappa. Okay, this time I have to fight Piccolo. The outcome of this fight is anybody's guess. Ready? Let's go! Orasuna! Minasai! Soro, mo koko made da! Shimasu yo!Have an extra battle somewhere. Get ready for battle! A cloning of my servant. Let's go. Are you ready? Minasai! Nanai da yo, omae! Orasura! Orasura! Dodai?One more fight before unlocking Nappa. This should be a great fight! Get ready! Fight it out! Hmm! Nasio! Just to oduchite yaru! Nasio! Ha! Amai desu yo!Now, okay, one more battle. I'm going to do it.
going to do it. We're not going down in battle. Showdown is about to begin. We've unlocked a lot of power-ups. Definitely have to change them for the next map. Level 20 Nappa. Let's go. Okay, Nappa. Chillin. おや、話ができるのですか？どうやら今までのザコとは違うようですね。いやお前もぶち壊す。ま、少し話せたところで、おつむは他のザコと大差ないようですね。いいでしょう。今つぶし、私の強さを教えてあげますよ。He's going to serve me. Even with his bigger level. All or nothing. その力は崩壊しますよ。ハッチよ。ダウンブロー。その調子。No, your place now. Nappa is now playable. Okay. ただの雑魚かと思いましたが、少しはやるようですね。手加減したとはいえ、この私の攻撃を受けて生きているとは。待て、いや待ってください。まさかフリーザ様ですか？なるほど、ご自分の身の程はわきまえているようですね。もう申し訳ございません。以前フリーザ様の元で働いていたサイヤ人のナッパです。ナッパ？ナッパ。そういえばそんな名前のサイヤ人もいた気がしますね。ご無礼をお許しください。以前お会いした時とフリーザ様の姿が違うもので気づくのが遅れてしまい。おや、あなた、この姿を見るのは初めてでしたか？しかし自分の主人も見分けられないとは、あなたの忠誠心はその程度ですか？めっそうもない。フリーザ様のためならたとえ火の中水の中。その言葉に嘘はありませんね。ならば私のために存分に働いてもらいましょうか。それにしてもあなたセンスあるようですね。もっと私の力を引き出せるようになれば16号を尋問することもたやすいでしょう。黙りなさい。あなたの希望など聞いていません。自分の身の程をわきまえない愚か者に罰を与えて何が悪いのです？まさかとは思いません。
あなたはあの男の言うことを全て信じているのですか？だとしたら甘すぎてヘドが出ますよ。奴の真意は分かりませんが、何か別の目的があるはずです。本来は私ではなくあのサイヤ人にリンクさせるつもりだったようですしね。あのサイヤ人、まさかカカロットのことか？私にそのような口を聞くとは、ずいぶん偉くなったようですね。あ、いえ、誤解です、フリーザ様。これはフリーザ様の中にいるクズに言ったのであって。ま、そういうことにしておいてあげましょう。ナッパさん、あなた程度でもこの状況では大事な天馬です。それ相応の働きができなければどうなるか分かりますね？もちろんです。精一杯働かせていただきます。いい心がけです。期待していますよ。ちっ、フリーザの野郎。何か言いましたか？いえ、何も。So, this is for this part. We found really interesting things. We are going to play as Frieza right now, and we just unlocked Nappa, who will serve to Frieza. The link is on Frieza too, and I'm really interested how this will turn around. So, see you in the next episode. Thank you for watching.